先コロンブス期における、コロンビアの古代文化分布図、シヌー文化は、パナマ地境の根元付近、コロンビアの北海岸、カリブ海の南側に注ぐシヌー川の下流を中心に、カウカ川中流域にわたって、AD500 年頃から800年頃まで栄えた文化。シヌー川下流域は、川口、商沢地、サバンナと森林の境界地帯は、 肥沃な中石地で農業に適するとともに、豊かな動物賞も持っていた。死ぬ文化の黄金細庫、490年頃死ぬ、族は一世紀頃から、根菜農業を行って、集落を形成し始めた。前世紀には、50万ヘクタールに及ぶ地域を洪水を、防ぐ構造を持った、複雑な用水路システムを築き、墳墓を兼ねた神殿マウンドを伴う集落が、 河川沿いにいくつも形成していた。スペイン人の記録によれば、千人も入る神殿も築かれたという。川の置石戸から砂金を採取し、鋳型を用いて、素晴らしい黄金製品やトゥンバガ製品を生産していた。悪魔の山と名付けられた墳墓からは、多量の黄金製品が発見されている。針金細工のような、精巧な作りの半円形美飾り、 鳥やワニなどをかたどった製品が知られている。大パーツとしてしばしば取り上げられる黄金スペースシャトルは死ぬうの人々がナマズの一種を模して作ったものと考えられている。ありがとうございます。